久保さんまあ確かに奪われるうーん場合ありますよねまあでもそれは多分ね気にしてるからですね周りをまあ家族を気にする周りを気にするっていうのはあるので人目を気にするっていう全く気にしないまあ1ミリたりとも気にしなければ多分自分が選んだものをやればいいだけですよで選んだものを選択できないっていうのは多分、まあ、他者を気にしてるって話ですねうん だから自分、どこにフォーカスするかなんですよ。周りにフォーカスするのか、自分に100%でフォーカスするのかで、まあ、この人は自分しか見えてないと。まあ、自分しか見えてなくてもいいんじゃないですか。自分の人生なんだから。<laughs> 僕はね、ゴーギャンの生き方が非常に好きで、あの、全部捨てて、全部捨てて絵描きをやるっていう。まあ、でもね、それは賛否両論あるんですよ。なんか、全部なんか捨ててね。 姉妹、島に行ってね、いきなり絵を描き出すみたいな。自分のことしか考えてね、みたいな。でも、後にゴーギャンの絵っていうのは、すごくあの、ゴーギャン展みたいなのもあったりとかするんですけども、その、なんか、ゴーギャンが残した絵っていうのは、多くの人に何かを与えたりとかしてるんですよね。でも、やったことって、自己中の話なんですけどね。<laughs> 自己中に、俺は絵を描きたいんだっつってね。で、姉妹行ってね、ずっと絵描くみたいな。 でもね、なんか究極、僕はそのゴーギャンの話を聞いたときに、生き方を聞いたときに、でもこれが究極だなと思いましたね。こういう生き方ができれば、自分が100%で生きてるわけですから。うん、なんか、これが本当の生き方なんじゃないかなとは思うんですよね。いろんな思想、いろんな考え方が世の中にあって、こっちが正しい、あっちが正しい、宗教もそうです、こっちが正しい、あたかも、なんか、いろいろあるんだけども、自分がこうだ。そこに突き進む。 こととがができきるなななならば、まあ、それがもう素の100の生き方なんじゃいいかなと思いますねうんだからそこを目指すことは、まあ、僕は悪いことではないと思いますけどね。でも旗から見るとなんか迷惑かけてんじゃないかとかねいろいろあるんですけども。でもねこれドイツあのインドの教えでね僕は好きな教えがあるんですけど、まあ、迷惑なんかみんなかけるとでも迷惑。だから迷惑かけてもいいぞと。 ただ、迷惑は自分がかけられた時にどう対応するのか、それが大事なんだよと。迷惑なんかそもそもかけてると。だって、まあ、地球に住んでるだけで地球に迷惑かけてるわけじゃないですか。まあ、めちゃめちゃ大きく言ってしまうと。車乗ります。ね、排ガス出します。コンビニで弁当買います。その、ね、コンビニの弁当のね、プラスチックな、ゴミ出るし。ね、昔はその、容器がなかったわけじゃないですか。ね。 でもそのプラスチックの容器を僕たちは作ってね。で、それを捨ててゴミになってみたいな <laughs>。でもうね、今、あの埋め立て地とか検索していただければ分かると思うんですけど、まあ、自分のね、まあ、ゴミ収集車がこうやってくれて、自分のテリトリーは綺麗だけども、そのゴミどこに行くのかっていうと、すごいですよ。すごい汚いですよ。うん。だからそのゴミもどこに捨てんねんっていうのも問題になってますからね。 でもそれってもともとその僕たちは人間が作らなければそのゴミは生まれないわけですよねうんだあとはいろんなものを作るもんだからだからあのケーブルとかもそうですよねなんかケーブルもなんかそのなんかこうな,なんですかねあのなんかヨーロッパでなんか企画でもうこのケーブルしか作るなみたいなね要はもうどんどん変わるからケーブルもいっぱい出てきて廃棄もいっぱい出てきてみたいな話でうん いってらっしゃい。